カマツカとは、バラカカマツ家族の木本。材をカマの柄に用いたことによりこの名があるという。別名に牛殺し、牛殺しとも、本州の平地低山地、四国、九州の低山地から山地に普通に自生するが、群生せず数は多くない。水はけがよく明るい環境を好み、原生林内よりも林園、稜線、若い二次林、雑木林などに多い。 海外では、中国、朝鮮半島、インドシナ半島の高地、ブータンなどに広く分布する。樹高5から7メートル、稀20メートルに達し、幹の直径20センチメートル以上に及ぶものもあるが、通常は樹高2から4メートル、直径3から10センチメートル程度の低木である。根材からから、多数の幹が立ち上がる株立ちになることが多いが、 幹が一本だけの短期になることもある。長く伸びて樹木を成長させる長枝と長枝から出る非常に短い短枝があり、花は短枝だけにつく。葉はトーラン型で、長さ3から9センチメートル、通常5センチメートル前後、円に巨子があり先端は少し突出する。長枝では五星、短枝では束になってつく。葉裏に毛がない個体群。 葉裏に短いわたげが密生する古体群、中間の特徴を持つ古体群が知られ、変異は連続的である。わたげかまつかはかまつかより、寒地に自生することが多いという。若葉は山菜として食用にされることがあり、秋には赤く紅葉するが、あまり色づかないうちに落葉する木も多い。花は春から初夏に開花し白色で、花びらは5枚。 リンゴの花を小さくしたような形で単枝の先に20輪ほどつく。花紙切りなどの昆虫がよく放火し、昆虫観察のポイントとして知られる。果実は、理常果で、長さ7から10ミリメートルほどのトーラン系、明瞭な中平があり秋から晩秋に赤色に熟す。果実は、少し甘酸っぱく、食用になるが、通常あまり美味しいものではない。樹皮は、灰色灰色で、 平滑、なりきでは縦にシワが寄る。成長は遅く直径1 5センチメートル程度になるまでに50年以上を要し、年輪幅は極めて狭い。主観は短い間隔で曲がり、ねじれていることが多いが、株の脇から出る彦コは比較的まっすぐに伸びる。材は参考材で偏材の色は炭鉱褐色、新材の色は炭鉱褐色。 淡紅色、暗赤褐色と変化に富む。偏在と新材の境は、不明瞭なことが多い。機関比重0.83から1.0と非常に重厚、緻密で肌目は正。強靭で弾力に富み、折れにくいので幻脳、のみ、釜、ナタ、斧など、工具や農具の柄に利用されるが、主な用途は幻脳やハンマーの柄で。 特に石膏の原能の柄としての国史に耐える、ほぼ唯一の国産材として定評がある。石膏職人自身によって選択的、計画的に伐採、保存されるほか、少ないながら原木も流通している。耐久性は低い方で乾燥した状態では長期間強靭さを保つが、湿った場所に放置されると容易に普及する。 新炭材やシイタケの穂ダギに利用されるという記述が見られるが、選択的に利用されているというより、雑多な紅葉樹の中でそれらの用途に適するとして、利用されている多くの樹種の一つと考えられる。樹形が美しく、可憐な花や果実をつけるために湧き、講演樹、盆栽として利用される。ありがとうございます。